始めます。はい、皆さん始まりました。お疲れ様です。一週間ぶりのご無沙汰でした。いろいろね、浦和、試合を重ねております。7連戦突入中ですね。前節は、アウェー、福岡で、J リーグがありました。まあ、いろいろとね、話題もあると思いますんで、そのあたりを、今晩は、ゲストに、福田正宏さんをお迎えしまして、いろいろと語り尽くしたいと思います。福田さん、今週またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、あずさん、進行役またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、ちょっとサムネね、ちょっといつもと違うあのサムネ色を使いまして、福田さんの写真もちょっと変わったりしましたが、以前使ってた福田さんの写真は結構ね、以前のもので、5、6年前のやつだったんでね、ちょっとリニューアルしましたが、福田さんは今週はなんか取材はどっか行かれたんですか？先週ですか？試合？はい、試合は。セレッソと湘南の試合かな、はい、セレッソ湘南。あ、なるほど、なるほど。うん、セレッソ湘南はどちら勝ったんでしたっけ、セレッソは勝ったね。セレッソは勝ちましたか。ああ、2対0。セレッソが今シーズン2回目の連勝かな。あははは。調子は、湘南はちょっと勝てなくて苦しんでるな。なんか結構接戦もね、湘南は多いですかね、なかなか。点も取れるんだけど、失点もいいんだよ、今シーズン。ああ、なるほど、なるほど。多分、この間の試合も 2-0 だったかな。クリーンシートじゃなかったんだけど、1試合もクリーンシートがないんだよ、はい、今シーズン。ああ、そうなんですね。だから、ちょっと湘南らしさっていうかさ、なんか、どっちかっていうと点を取るけど、なんかちょっと打ち合う展開がちょっと多くて、堅実さがちょっとなくなっちゃって、難しいな、チームを変えていくっていうのはな、なんか、ね、なんかそういうサッカーからもう少し自分たちがボールを保持してなんとかみたいな話になって、山口監督になって、そういう方針でいって、ちょっとそれが、まあ、いつも話するけどさ、だいたい触れるわけだよ、右と左に。はい。どっちかっていうと、堅守みたいになったり、今度ポゼッションみたいな。だいたいその真ん中が本当は良くて、真ん中よりもちょっとボールを保持するよね。うん。ちょっと、堅守速攻だよねっていうぐらいが、はい、まあバランスがいいんだけどさ、どうしてもやっぱりバランスを取ろうとすると、その逆に触れてしまうから、触れていく途中ではいい頃合いになるんだけど、逆にそっちが強くなりすぎると、今まで持ってた良さがなくなるっていうかさ、はい。まあ、サッカーの難しさっていうのをちょっと感じてるかなっていう。俺はちょっと、湘南は決して悪くないんだけど、うん。なんかどこのチームもそうなんだけどさ。まあ、でもどこもやっぱり J リーグ、ほとんど力の差ないな、今シーズンも。今シーズンもやっぱりそんな状況でついてます。うん、まあ、だからそれだけに浦和も、まあ去年同様だけどさ、やっぱチャンスは十分あるなっていうふうに思うな、はい、本当に。僕、うんうん、は優勝しても驚きがない感じかな。そうですね。まあちょうどじゃあ福さんからその話があったんで、改めて J リーグの順位表先にね、皆さんと見ながら、ちょっと行ってみましょうか。こんな形で。福さん、まあそれでも今、ヴィッセルがね、首位を走っていて、今2敗しかしてないんですよね、このチーム。ヴィッセル強さはどの点に感じてますか、今福さん。これもうこの数字っても見てもわかるけど、失点だね、やっぱりね。うん、少ないですね。まあ、なぜ少ないかって言ったら、やっぱり守備的にやってるって言い方はあれだけど、チーム全体で、まあいろいろこのチームはお金かけて、はい、ビッグネーム取ってきたけど、そういう選手たちは今実は出てないんだよね。外国籍の選手ね。はい。で、やっぱりチーム全員でハードワークする。特に前線の武藤、まあ、あと大迫、この辺の選手たちが、やっぱ攻守において相当ハードワークして、まあ、圧倒的に力の、なんていうかな、自分たちの力をしっかり証明してる、酒井宏斗も含めて、はい、山口蛍太郎もいて、すごく実はタレントが揃ってんでね、やっぱ堅実なサッカーして、やっぱりいい守備からいい攻撃っていうのがやっぱできてる。だからこそ失点が少ないってことあると思うけれども、なるほど、まさに、そんなチームかな。で、まあ、大阪が圧倒的にやっぱ存在感を示してる。はい。違いを出してるなっていう感じがする。うん、だから、裏で言うと、酒井宏樹がこう、引転してるというか、まあ、強度のところでね、圧倒的にやっぱり違うよねって、J リーグで圧倒的に違いがあるよねっていう選手が、酒井豪徳、武藤、大阪。うん。まあ、この辺の3人がやっぱりヨーロッパでやってた選手なんで、はい。この辺の選手たちがやっぱ違いを出して、うん、そういう選手たちに引っ張られて、チームがやっぱ前に進んでる感じかな。そうですね。まあ、非常に隙のないチームって感じじゃないかな。もともと実力のある選手たちが、まあ、しっかりとね、パフォーマンス発揮している結果、この順位に。そうね。なんか、すごく俺たちっていうか、俺の立場というか、こう、メディア的な立場から言うとさ、
イニエスタがいて、この順位で達成するんだったら最高なのになと思うんだけど、ね、逆に言うと、それが、イニエスタがいなくなったことで、やっぱチーム全体が非常に活動量とかハードワークとか、そういうことになったことで結果が出てしまってるっていうのはサッカーの難しさなんだけど、でも、前から言ってるけど、そういう選手を入れて、そういう結果を残せるような チームが、やっぱり J リーグに俺は必要だと思ってるんだけど、裏もそうなってもらいたいと俺は心から思ってるんだけど、はい、神戸なんかはそういう方針で言ったけど、結局そうはいかないなっていうところがあるんで、ね、難しいですね。それも難しい。でまあ、俺はほら、結構浦和じゃなくて、まあ、埼玉スタジアム以外のところで仕事することが多いけどさ、はい、やっぱり他のスタジアム行った時に神戸の試合とか解説したりするんだけど、基本的にやっぱりファン等でやる神戸の試合が多いんだけどさ、はい、やっぱそこ行くとさ、うんまあ、去年まではチケットが完売してたんですってことがあるんだよ。ああ、そうか。それがイニエスタがいなかったりする。だから、イニエスタがいたから完売って。浦和もそうだよね。浦和も観客動員が伸びた時、まあコロナ前だけど、イニエスタが来た時と、はい、あとフェルナンド・トーレスが来た突戦なんだよね。はい、そこでやっぱり5万近く入ったことで、実は総合的に言うと観客動員数が増えたのは、そのおかげだったりしてたわけだよ。なるほど。だから、アウェーのチームが、やっぱ観客同、アウェーに来たとき、自分、例えば浦和がアウェーに行ったときに、はい、そのアウェーのな、ホームのチームが、浦和から言うと、アウェーのチームが、こう観客動員が増えるような、そういうチームが J リーグにもっと増えてくるといいなと思ってるんだね。浦和の場合はサポーターが単純に行ってるだけでしょ。まあそうですね。これもすごく重要な要素かもしれないけど、そうじゃなくて、はい、普段見ない人たちも、なんか、見に行こうっていう、そういうクラブが J リーグにもうちょっと増えてきてくれればなっていうふうに思うんだけど、ちょっと残念なことに神戸の結果がそうではないんだよね。そういうことです、ね。そうであったらよかったのになと思うけど、やっぱサッカーってそんなに単純ではないな、難しいなと思ってるけど。で、今、浦和レッズは8位ですが、ACL 決勝戦った影響もあって、他のチームに比べて2試合少ない状態なんですね。12試合を消化していると。その時点で勝ち点が21位、首位、神戸とは勝ち点9差なので、まあ、単純に計算して、まあ、2試合この後ね、少ない試合数2試合を消化して、勝利できれば勝ち点3差なんですけど、結構ギリギリの状況ではありますよね、福さん、これ、順位的にはね。今言ったのは、島崎が言ったのは、どこと未消化かってことだよね。広島と未消化なんだよね。はい、結構手を広島にも、それは広島にも言えることでさ。そうですね。それ言ったら切りねえからさ、正直なところさ。まあまあ難しいチームであることは間違いないよ、広島はね。うん、あと湘南ですかね、残ってる。そうね、湘南今ちょっと苦しんではいるけど、湘南もそんな簡単な相手では実はないよ、ね。そうね。だから、なんともなかなか言い難いところはあるけど、はい、今の、やっぱり、足し算とか引き算とかっていうのはさ、どうしても右的な第三者はそういうふうにどうしても、そうですね。計算しちゃうからそうなるけど、はい。だそうなればいいかもしれないけどね。うん。決して悪いところにはいないっていうことは言えるんじゃない？そうですね。ただその2試合もそんな簡単では実はないですよっていうことは押さえておかなきゃいけない。特に広島はね。勝ち切っていかないと。はい。まあ、だから、返す返すもリーグ戦っていうのは、こう、積み重ねが大事で、やっぱりね、他のチームもしっかりと、例えば勝利している状況では、裏も負けられないみたいなね。非常にやっぱりタイトですよね、リーグ戦って。まあまあ、そうね。まあ、まあ、下馬評通り F マリノスはやっぱこう、来てるなっていう感じはするけど、ちょっと川崎に関して言うと、今シーズンはちょっともう、かなり厳しい状況ではあるからね。それ考えると、まあ、今の状況だと神戸、はい、鹿島もちょっと4連敗してから、そこから5連勝かな。そうですね。この間、1分けして、うん、やっぱりちょっと V 字回復してきてるのは事実だからさ。はい、そうですね。鹿島、実は浦和が最終節で優勝逃した試合、開幕5連敗ぐらいしてるんだよな。はい、そこから実は V 字回復してきてるから、うん、だからまあその場合は60の前半だと思うんだよね、優勝争いがね。そうですね、そこの、だから、この状況でいくと、60の前半。まあ、神戸がちょっと力を少し疲れてくると、60の前半ぐらいで優勝争いになってくると、かなり普通のチームでの優勝争いになってくるかなっていう感じはするけどね。うんうん、そうなると、どっちかっていうと得点力のあるチームよりも、もしかしたら、守備力が安定してるところが優勝するのか、はい、勝ち点が少ない
時の優勝は実は F マリノスなんだよね、ここ6年間。なるほど。まあだから波があるんだろうな。いい試合、良くない試合の波が、まあ F マリノスって結構あるから、打ち合うからね。そういうチームにとっては有利になる可能性もあるからね。なんとも言えないけど。うん、そうですね。まあ本当に、どこが圧倒的にっていうのはちょっとないかな。神戸ぐらいかな、うん、今。うん。そうですね。戦ってんのは。うん。で、それを踏まえて、浦和レッズの今後の、今7連戦中と先ほど、言ったんですけど、今後の日程を整理しておくと、アビスパとは 0-0 で引き分け、ここから7連戦が始まりまして、水曜日に川崎とルヴァンカップ第5節、それから未消化のこの、第15節京都サンガ戦、第11節サンフレンツ広島戦が連戦で あるんですね。で、その次が福さん、16節に鹿島戦なんですよ。なかなか厳しいですよね、これ。鹿島戦はちょっと厳しいかもしれない。今、もうちょっと早く鹿島と当たっておけばよかったになって俺は思ってんだけどさ。調子がね、上がってきましたからね、鹿島がね、ちょうど良くない4連敗目の大敗した俺は、神戸戦の解説して、その次の試合の連勝がスタートした、新潟戦のアウェー戦を両方俺2試合続けてやってんだけど、まあ、その、かなり連敗してる時の大敗は、まあ、相当チームがガタガタしてる中で、そこからうまく立て直してきてるから、実はそこから連勝がスタートしたとこから、実は少しメンバー変え、4-4-2に戻したんだよね。なるほど。なんか伝統のシステムだね、昔は。4-4-2のが、試合の途中でもそれまでもいい試合展開があったんだけど、でも若干その策に溺れてる感じもあったのか、やり方にちょっと工夫が欲しかったのか分かんないけど、このやり方してあんまり良くなくて、4-4-2に戻してから良くなって、特に鈴木優真がやっぱり点を取れるようになってきたから、それまではちょっと。点を取るような仕事じゃなかったから、はい、そういう意味ではこの鹿島戦っていうのは難しい試合にはなるかな。今言ったように、連戦の中だから、ただ、これずっとリーグ戦をやってるわけじゃなくてね、はい、じゃあどうやってその辺のやりくりをしていくかっていうのはもう監督の見せ場だと思うんだよね。そうですね。この後手の前も入ってきますから、まあちょっとなんだけど、ここが難しいのは、カップ戦は例えば次のカップ戦の試合、川崎戦落としてしまうとカップ戦敗退になる。はい。リーグ戦はここで落としても、まだ続く、まあそうなんですよね。天皇杯はここで負けるともう終わってしまう。終わっちゃう。でもリーグ戦は負けてもまだ可能性はある。シチュエーション的なカプセルの方が実は。そうなんだよな。だから、だけど、そんじゃこの相手に対してどうなのかっていうところの、メンバーの編成っていうのは非常に難しいと俺は思うんだよね。そうですね。ただ同じメンバーではずっと戦えないし、今もいろんな選手をこう使ったりもしてるけれども、今まで以上にね。はい。だけど、俺に言わせると5人交代できるんで、先発から使わないんじゃなくて、先発は一緒でも、早めにこう変えていくっていうことで、このぐらいのスケジュールは乗り越えていけると俺は思ってんだよね。はい。監督が一番嫌なのは、そういう選手が疲れが溜まってパフォーマンスが落ちるのはまだいいんだよ。それは容認できるし、ある程度許容しなきゃいけないじゃん。だけど、怪我をして、長期離脱とかされるのが一番困る。そうでしょうね。これ疲れが溜まってくると、やっぱ集中力も欠くし、無理してこうプレーすることになると、やっぱりそういう怪我のリスクが高まるから、まあ、そこを管理しないと、カップ戦は1回なんで、負けてしまったら終わるけど、勝ってたらまた次があるからさ、その間になんかうまくこう乗り切っていけるけど、リーグ戦はやっぱそういうわけにはいかないから、そういう部分ではずっと長いシーズン戦っていくためには戦力が必要なんでね、そこの部分のバランスっていうのは非常に監督は悩ましいところかなっていうふうに思ってるけどね。まあ、福岡戦、まあ、割り切って戦うしかないんじゃないの？はい。で、福岡戦、秋元が途中交代して、ちょっとやっぱ怪我らしいんですね。で、今日オンラインの会見があった時に、まあ、長期の欠場にはならないかもしれないけどもって監督がおっしゃってましたが、やっぱり福さんおっしゃる通り、主力の何人かが、ちょっと怪我になりそうな、ことも、事象も発生しているので、そのあたりはかなり監督としてはデリケートになってるかもしれませんね、これね。これ、だから、今話してるのは、裏は、死後なんだけど、他のクラブも一緒なわけだよ、これは。正直なところ。はい。この7連戦ということに関して言うと、ちょっと裏の場合はちょっとイレギュラーなところもあるけど、まあ、裏の場合は ACL の決勝があったんで、2試合他のクラブよりも多いから、
そこで多少タイトにはなってるけど、はい。例えば ACL みたいにもっとバーッとこう試合数があってさ、そこでこうタイトになってるわけでは若干ないから、まだね。はい。うん、だからその辺は、そこまで大きな他のクラブとの差は実はなくて、ただここのところではこういうふうになってると。ACL の多少があったから、疲れてるでしょっていう前提の上で話が行われてるけど、いや他のクラブもそこまでは試合は実はやってるし、もしかしたら、ここで浦和が試合数を他のクラブと一緒に合わせるために消化しなきゃいけないから、はい、タイトルになってるだけで、ここまでのところは浦和よりも他のクラブの方が試合数がもしかしたら多いのかもしれないよね。だから、それは各クラブが抱えてる問題だから、それは監督はやっぱりうまくその辺は乗り切っていかなきゃいけないのと、はい、やっぱり監督にしてみたら、やっぱりこのシーズンの前からある程度分かってたことだし、クラブはもう分かってたことだから、うん、はい、そこの準備っていうことが問われるところなんじゃないの、ここは。うん、そうでしょうね。うん、で、酒井宏樹なんですけど、やっぱ今、リハビリのような形で、まあ、全体練習には合流したらしいんですが、やっぱりちょっとこの、浦和に加入してからですかね、ワールドカップも挟んでるんですけど、その時期ずっと怪我を抱えながら、プレイしてきた印象あるんですよね。で、例えば神戸の大迫を例に挙げると、彼も日本代表を目指している時にかなり無理して、J リーグの試合に出て、それで怪我がね、ずっと長引いた。で、パフォーマンスも上がらなかったんですけど、今、日本代表から一旦外れてる状況でかなりリフレッシュされて、本来の力を取り戻したじゃないですか。これはやっぱり、酒井の復帰も、もうちょっと慎重に見た方がいいんでしょうかね、これ、福さん。気を抜けるというよりも。いや、もう、監督の立場としては、やっぱり、その、リーグ戦を取りたいって言って思うんだったら、早く使いたいのは山々だよね。もう、替えが効かねえしさ。そうですね。申し訳ないけど、攻撃の形が酒井宏樹しか、がなくなると、ちょっと攻撃の形が、かなり半減するような感じには、俺には映るんだよね。そうですよね。これ考えたら、やっぱり酒井宏樹には出てもらいたいとは思ってるだろうけど、はい。ただリーグ戦ということを考えたときにはちょっと我慢しなきゃいけない。うん。いや、その判断もすごく難しいよ。難しいですよね。それ組み込まれてはないんで、監督がね、今ね。はい。じゃあ、いい状態で戻せば、じゃあまた再発しないのかって言ったら、その保証も実はないよね。そうなんですよね。そうなんですね。トラブルなんでね。それも何度も繰り返してるってことは、はい。時間をいくらかけたら、時間をかければかけるほど、再発のリスクは減りますと。うん、はい。だけど、再発をしませんってことではないんだよ。そうですよね。リスクが、1週間遅らしたからどんだけリスクが減るのか、はい、2週間遅らしたらどんだけリスクが減るのかっていうのが、これはなかなか、本当に。そんな簡単な話ではないし、彼が出た時に力をセーブしてプレイするようなタイプのプレイスタイルではないから、まさにそうなんですよね。それはずっと彼がプレイしてる間はつきものだと思うし、はい。やらなきゃいけないって思いが、違いを出さなきゃいけないって思いは、重々も見てても伝わってくるからさ、ここまでやんなくていいんじゃないかなって思うぐらいやってるよね。うん、そうなんですよ。ってことは、やっぱりいつまた同じような怪我して、今度は長い離脱になるかわかんないから、うん、はい。いや、いつまで待てばいいのかっていうのは、ドクター言えないと思うんだよ。そうなんですよね。いや、わかんないけど、俺はドクターが今どういうような見解で、監督とどういう、その、信頼関係があるかわかんない。いつもそこで揉めるから、はい、日本の指導者じゃないんでね。うん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 。どうしてそんなにかかるんだって多分言うと思うんだよ。はいはいはい。多くの海外の指導者は。本当に早いから、向こうの人たち戻ってくるの。うん、信じられない早さで戻ってきたりしますもんね。信じられないぐらい早く怪我が戻るんだよね、日本人よりもね。はい。日本人は信じられないぐらいかかるんだよね。で、ドクターもやっぱり慎重にするんだよね。はい。うん、だからその辺でうまくこう折り合いがつけばいいなって思うけど、ね、ドクターがもうちょっと待った方がいいって言って、監督が使いました。はい。もしかして怪我再発しました。そういうことが繰り返されていくと、どんどん信頼関係が崩れ、うんうんうん、選手は早く出たい。はい。監督は早く使いたい。うん、ドクターは自分が責任は取りたくない。緊張になる。で、ダメだって言ったのに使いましたよね、みたいな話になる。悪循環になってしまう。こんだけ待てば大丈夫ってある程度言ったよねって使ったけど怪我しました。ドクター言ったのにダメだったよねみたいな、いろいろあるわけだよ。苦しいですね、いろいろね。難しいわけだ。だから島崎も知ってると思うけどさ、やっぱりペップがやった時にさ、俺がね、ドイツでチームドクター、ドイツ代表のチームドクターで、バイエルンのチームドクターが、ミラボルト、ミラボルフ、ミラボルト、ミラボルトさんか。はいはい。
解任されたよね。ずっとやってたの。そういう、ドクターと監督ってすごく実は難しいから、そうですね。そこの間に入ってる選手っていうのも、利害関係もあって、早く出たい、慎重にしたい、はい、監督も早く使いたい。利害が一致するんだよな、選手と監督ってな。そうなんですよね。このドクターはやっぱ責任があるから、っていうところの難しさがあるから、そうですね。いや、もう悩ましい話だと思うよ、この7連戦の中でどうやって戻していくのか、圧倒的に必要な選手であることは間違いないよね。そうですね。逆に言うと ACL 終わって無理してまあ使ったんだと思うけど、はい。この後3試合で、1勝1敗1分け、酒井宏樹いない中で、俺は上出来だと思ってるんだけど、ね。なるほど、なるほど。そういう見方もありますね。俺はね。まあ、こんな。そこで重要だってことだよ。そうですね。だこうなると、あずさんね、秋元がちょっと怪我してしまったっていうのも、またすごく影響がありそうね。そうなんですよね。ね、だから、バックアップのプレイヤーの活躍がもう必須になってきたよね、あずさん、これね。そうですね。まあ、当たり選手なのか、まあ、左を旗使って、右をちょっと封面するのか。でこれは、その福さんね、あんまり、ね、僕は忖度をしないで行っちゃうタイプなんですが、そのルヴァンカップ、ね、もちろんね、スポンサーさんもあって非常に大事な大会であることは十分承知してるんですけど、やっぱり監督からすると、そのプライオリティを僕は決めてると思うんです。各タイトルについての。その点を踏まえた採用するんじゃないでしょうか。やっぱり、あさっての川崎さんなんかとかね。いや、もうそれは当然そうじゃないの、そんなの。でも、間違いなくプロフェッショナル監督なんで、はい、絶対口を裂けてもそんなことは一切言わない。言わないです、ね。そんなこと言ったらもう、スポンサーさんに対して失礼なの分かってるから、プロフェッショナルとしては振る舞いは当然してくるけど、だから、俺もその会見というか、そのちょっと見たけど、ベストの人選をしますって言ったんですけど、ベストって言い方がなかなか興味深い。だから、コンディションがいい、ベストの選手、ベストの選手を使いますって言い方したんだけど、それは、ある意味、メンバー落としますよってことだよ。我々が思ってるような、そのいわゆるリーグ戦でやるような、ベストのメンバーじゃないメンバーで臨みますよっていうことを言ってるから、これは暗黙の了解で、我々もそういうことは理解しなきゃいけないし、もう30年経ってるからね。はい。そんなことで目崩れたってなんだ、どうしてだじゃなくてさ。そうですね。やっぱその選手たちにはチャンスだから、その選手たちがどうやってピッチで振る舞うか、その選手たちも戦力として契約してるわけだから、はい。その選手たちがしっかり責任持ってやっていくっていうことになると思うし、はい。これで結果が出れば、よりチームっていうのは、いい方向に実は向くんだよね。前も言ったかもしれないけど、実は、そのルヴァンカップとか天皇杯って、負けるよりは絶対勝った方がいいわけだよ、チームにとって。それ何を言ってるかっていうと、今言ったように、チャンスをもらえ、リーグ戦でチャンスをもらえない選手が出る機会が実は多い大会なんだよな。はい、実はこういう予選とか、はい、天皇杯1回戦、2回、まあ2回戦、3回戦ってなるのかな。そこで、試合に勝つと、今までチャンスもらってたね、選手たちが活躍するってことが前提じゃないと勝てないわけだよ。こういう選手たちが活躍してくるわけだよな。はい。そうすると、よく日本人が大好きな競争って言い方するけど、競争させてるわけではないけど、レギュラーで出てた選手たちが、やっぱ緊張感を持つんだよ。何も言わなくても。はい、そうでしょうね。それが、そういう選手たちが、結果が残せないで敗退してしまうと、そういう選手たちに緊張感が生まれないんだよ。クラブっていうかチーム全体にいい影響が実はいかないんだよね。はい。だから、カップ戦って実は流れがあるから、うん、リーグ戦の途中にあるからね。はい。そういう意味では、負けるよりははるかに勝って、そういう緊張感っていうのを、チームの中で競争させてないんだよ、監督は別に。でも、そういう緊張感が出るための、この勝利っていうのは必要なんだよな。はい。だから、今言ったように、島崎が言ったように、当然プライオリティを持って臨むと思うし、はい、監督のコメントからしたって、絶対そうにしてくるよねっていうようなメッセージが入ってるわけだよな。こ、の中で与えられた選手たちが、どれだけやれるかってことになってくんじゃないの？そうですよね。これがやっぱチーム力ってことになるし、逆に言うとチームマネジメントして、チームの方としては、こういうスケジュールにある程度なるのは理解してたんだから、はいはい、それだけの戦力をちゃんと準備してましたかっていうことが問われるんじゃないかな。うん、そうですよね。じゃあちょっと、あずさん、そろそろスーパーチャットがいっぱい来てるので、ちょっと答えていきましょうかね。
はい、キープザーダモンさん、はい、ありがとうございます。うん、福田さん、常々 J リーグは難しいとおっしゃってます。気づけば最下位だった、横浜 FC が、直近4試合で3勝を上げるなど、例年以上に難しい序盤だと思います。こんな時サポーターにどんな風に振る舞ってほしいですか？目の前の試合に集中するように叱咤激励することが良いでしょうか？もう福さんにお聞きしてるんですね。どういうことだ？裏はがってこと？サポーターはどんな風に、あ、違うか。チーム側が。裏側のサポーターがってこと？いや、これチーム側が、クラブ側がサポーターにどのように振る舞ってほしいってことかな、これ。どうなんでしょう、これ。あ、じゃあ、多分選手の立場としてサポーターはどう振る舞ってくれると嬉しいのかって、多分そういうニュアンスかなって読んだんですけど。そういうこと。そんな時っていうのはどんな時のこと言ってんだろう。あ、序盤、あ、だから、勝ったり負けたり、その、なんか、なんて言ったらいいの突き抜けてない状況でしょ？集まりがの。結構今の浦和の置かれてる立場の中でってことでしょ？だから今。そうでしょうね。はい、でしょうね。そういうことでしょ？はい。うん。いや、別に知った激励とかって別に何をもって知った激励かなかなか言葉が難しいけどさ。まあ、試合中はやっぱり後押ししてもらった方がいいんじゃないの？それは。うん。これあれかな、キープスアダムスさんは、やっぱりこの直近の1勝1敗1分けぐらいのペースがちょっとやっぱりちょっと今しすぎ気味だと感じてらっしゃるのかな、これ、アズさん。どうなんだろう。ですかね、ちょっと。まあでも1勝1敗1分けは優勝ペースではないのは事実よ。2勝1敗ペースだからね。そうですね。3試合で勝ち点6は絶対必要で、はい、それを取っていかないと65ぐらい、それにちょっと、うん、プラスしていかないと70にいかないから、うん、2勝1敗ペースからすると1勝1敗1分けは、それはもうちょっとペースとしてはダウンしてるのは事実よ。はい。だけど、それはやっぱりいろんなことあって、そういうシーズン中いろんなことあるから、やっぱりそういう時にこそ、やっぱり、なんていうかな、選手たちもぐっと、なんていうのかな、歯を食いしばって、こう前向いていかなきゃいけないだろうからさ、この時によりやっぱり後ろからの後押しっていうのは必要になってくるんだから。はい、はい、はい、ですね。そうよ。その、まあ、なんていうのかな、うん。俺も、サッカーではっきりしてるのは、ピッチの中でやれることをやってないときには、失態した方がいいよ。はいはい。それは何かって言ったら、ボール取られたら追いかけるとか、うんうんうん、ね。その、うまい下手じゃなくて、はい、やれることをやってないときだ、うんうんうん。サッカーのベーシックなこと。例えば、競り合いで競ってないとか。はい。でも、競ったけど負けました。うん。そこでやられました。うん。ね。取られたけど、追いかけたけど、それやられちゃいました。ね。それはまた結果とやってる行動とは違うから、結果に対して何か言うっていうのも当然必要かもしれないけど、はい、そのやれることをやってない時には、うん、やっぱり選手には俺は厳しい評価をするべきだと俺は思うよ。うん、なるほどね。そういう、そう、クラブのためにやってないから。はいはい。クラブを助けるための努力を怠ってるから。うん、ただ、前提として、はい、プレイヤーは人間なんで、うん、いい時もあるし、コンディションがいい時もあるし、悪い時もあるんだよ。だけど、いい時は、それは何やったってうまくいくよね。うん。自分がコンディションが悪い時とか、ちょっとうまくいかないことが連続した時に、はい、どういうようなピッチの中で振る舞いをして、どういうようなプレイをしてるかっていうのを見て、評価してあげてほしいんだよな。うん、なるほどね。うん。調子が悪い時にも、なんか、外から見てると、あ、うん、こいつなんかやろうとしてるなっていうのが見えるときっていうのは、はい、チームのためになんかしようとしてるときだよね。うん、そうですね。それは、俺は後押ししてもらいたいんだよ。うん、うん、うん。だけど、なんか全く違う、自分のことだけしか考えてないとか、なんか格好つけてるとか、はい、なんかちょっと軽いプレーするとか、うん、うん、うん。そういうときには、もっと言うべきだと思う。うん、うん、うん。このサポートのメリハリっていうのは、はい、俺たち指導もそうだけど、俺たち指導って言ったり、うん、俺はまあ、現場、子供にしか教えてないけど、はい、そこは、やれることをやってないときにはしっかりと指摘する。うん、やれることをやってるときには、それは結果がついてくればいいけど、それはある程度容認してあげなきゃいけないんじゃないかな。うん、そのメリハリが実はサポートって俺、すごく必要だと思うんだけど、うん、だからこそ、まあ、日本のサポーターが悪いとか、ヨーロッパがいいとか、ヨーロッパつって一概には言えないけど、うん、なんか試合のリズムとか、試合の流れに応じて、やっぱ手拍子が生まれたり、はい。なんか、いろんなことが起こったりするじゃない。試合の流れを変えていくようなさ、うん、サポートの仕方するよね、実はね。ええー、ええー、
どっちかというと日本のサポートって、なんかずっとこう規則正しくさ、なんかこうずっとやってるような感じがするから、そこのメリハリのところが、もうちょっと裏のサポーターなんかが率先してそういうことができるようになってくると、うん、なんかよりもっといいサポーターになるかなっていう気持ちの中でね、うんうん、ゲームを自分たちが動かしてる、ゲームの流れを自分たちで変えてるみたいな、なんかただ圧力を与えてるだけではなくてさ、はい、ゲームの流れ自体を90分間いい時も悪い時もあるから、うん、その時のこう流れをこう変えていくとか、サポートもさ、うん、やっぱりそこをジャッジして拍手する、もしくはブーイングするっていうような感じになってくると、うん、なんかより選手も乗っていくのかなって気はするんだよね。そうですね。うん。それがまた後押しにつながっていくわけですからね。それこそサポーターがしっかり、そのゲームに参加してるようなね、うん、やっぱり空気も生まれますからね。それがやっぱり裏のサポーターにとってもやりがいつながっていくんじゃないでしょうか ね。 そうね。何が良くて何がダメなのかっていうところのメリハリがはっきりしてる方が、いい悪いがはっきりしてる方が、やっぱ選手たちもやりがいあると思うんだよね。はい。うん、結果だけで良くなかった悪かったっていうのは、それ一つの考え方だし、それは俺は全然否定しないけど、はい、プロだからね、うんうん。そのために何をしてたのか、もしくはうまくいかなかったっていうのに、どういうリアクションを示したのかっていうところを、しっかり見て評価してもらいたいなと思うんだよね。うん、さあ、以上にね、福さんからお話がありました。じゃあ次行ってみましょうか。はい、ちなうらじょさんです、うん。ありがとうございます。うん、こういうとこで勝てないようじゃダメだなのか、日程ハードすぎるだろなのか、評価が難しいという。まあさっきね、福さんからもお話がいくつかありましたが、まあここを乗り切っていかないと、まずね、タイトルには届かないというのは福さん前提ですからね、これね。まあ日程がハードすぎるだろっていうのは、それは浦和主語になってるけど、浦和にとってはそうかもしれないけど、うん、他のところは他のところで日程を、いや、例えば、サガン鳥栖なんかにしてみたら、水道水道で、はい、なんか2日3日でずっと実はやって、浦和3戦目だったのかな、うん、浦和 ACL で移動もあったから、はい、比べるのは難しいけど、試合の日程からすれば、サガン鳥栖の方がハードだったってことは言えるよね。うんうん、あの試合だけ見ればだよ。うん、そうですね。うん、だから、どこで切り取るか、どうやって見ていくかの話であって、はい、シーズン通しての全体的なことを言えば、これからの ACL の戦い別にして、はい、ACL の決勝ってことを考えたら、リーグ戦プラス、カップ戦プラスってなったら、浦和の方が2試合多いのかもしれない、全体からすれば、うんうん、そういう部分では日程はハードには当然なっていくんだろうけど、ここからではない、日程がハードなのね。そうですね。ACL が終わって、なんか2、3日で試合だったっていうことはあるかもしれないけど、それはもしかしたら、サガン鳥栖にしたって、それはもっと彼らの方が試合はタイトルには入ってた日だよねって話はあるから、うんうん、それはあんまり言い過ぎない方がいいかなとは思ってるよね。うん、そうですね。それでも、淡々とやって、自分たちがいいゲームができなくても、どうにか勝ち点を積み上げていくっていうことができないと、リーグ戦は難しいですよってことだよな。うん、そうですね、まさに、うん。それが試されてるって見ていいんじゃないかな。はい、はい、そうですね。今また、ね、それを見ていきましょうよと。うん。だから進化したっていうか、自分たちが本当に、まあ、リーグ戦を取るんだっていうんであれば、うんうん、日程のこととか、ね。俺ちょっと残念だったのは、サガン鳥栖戦終わった後になんか若干疲れてたみたいな経験のある選手がコメントしてたのは、俺は言ってほしくなかったなと俺は思ってんだよ、本当は。なるほど、うん。どうやって聞かれてそう答えたか、それは俺にはわからないけど、それはどうしてもその言葉だけ一人歩きしてしまうってことは経験のある選手は理解しとかなきゃいけないね、プロである以上ね。うん、なるほど。だけど、疲れてんのはわかってるよ。でもそれをやっぱり言っちゃいけねえんじゃねえかなって。俺はちょっと思ったところがあって、うん、若い選手たちを助ける意味もあったかもしれないし、はい、他の選手たちを助けるっていう意味もあったかもしれないけど、うん、そこは逃げちゃいけないかなっていう、うん、それはなぜならば最初から分かってたことだから、それは分かっててやっぱ準備してたわけだから、これは確かに ACL はそのメンタル的なことも含めてね、肉体的なことじゃなくて、その大きな大会だったからさ、それは高いモチベーションでやってるからね。それは当然そうだけど、うん、逆に言うとだよ。いつも島崎に言ってるけど、うん、代表で抜かれる選手が何人いるんですかって話なんだよ。まあそうですね。まあ、いつもそういう話、ね。日程がハードすぎるって言ってるよね。これみんな、例えばチャンピオンズリーグとか見てると、結構そういう風にターンオーバーとかよく言うよね。はい。ACL じゃなくてチャンピオンズリーグに出てるチームって基本的にインターナショナルマッチウィークの時はみんな天然バラバラで移動して試合して勝ってるんだよ、う
一年中実はゲームやってんだよな。そうですね。ほぼそういうことになりますね。いや、申し訳ないけど、じゃあワールドカップ何人行ったんですかって話だよな。うん。正直なとこよ。はい。うん。まあ、シーズン中じゃないけどさ。はい。じゃあ、今回も知らない俺、今何人選ばれたか知らないけどさ、その前の代表で何人行ったんですかって話だよね。うんうんうん。そうですね。だから、そこを見てあげないと。だ逆に言うとも、はい、俺はいつも言ってるんだけど、うん、代表でずっと長くやってるやつは本当にすごいよっていうのはそう言ってる。まあ、そういうことになりますよね、やっぱり。うん、だから、日程がハードすぎるっていうのは、クラブにとってはそうかもしれないけど、選手にとってはもっとハードな人いますよと。なるほど。そこはちゃんと理解しておかないと、代表選手いないんだからさ、正直なところね。若い選手も抜かれてないよね。そうですね。アンダー20いないよね。言ってますね。まあ、鈴木ザイオンだけですね。そうだよね。今はザイオンいるよね、こっちにね。はい。うん、23だろ、あれは。20ね。そう、20はいないですね。そうそう、いないでしょ。だから、松木玖生とかも言っちゃってるけどさ、今さ。そういう選手たちがいないから、はい、あまりそこのところを、チーム全体の確かにハードだと俺は思うよ。はい、ハードじゃないかって言ったらハードだと思うよ。時差が2回調整しなきゃいけないし、大変なことはわかるけど、でも、もっと上を目指すんであれば、代表選手はそれで、10年も代表に入ってる選手たちはもうそういうことが当たり前のにやってますよってこと。そうですね。そうなっていかないといけないんじゃない？タイトル取るためにはっていうふうに俺は思うよ。うん、こういうところで勝てないと、勝てないようじゃダメということではなくてさ、いい試合をしなくても、勝ち点を取っていくっていうことができるのがリーグ戦でやっぱり優勝していくために必要なわけだよね。そうですね、まさに。いつも自分たちが思うようなサッカーができないっていうのはリーグ戦だからシーズン通してね。良くないときどうやって勝ち点をできる限り落とさない戦いができるかっていう引き出しをたくさん持ってるチームが優勝できるわけだから、はい、今はやっぱそういう部分で、一つは選手層も必要かもしれないよね。はい。あともう一つは戦い方。うん。っていうのはあると思う。俺だからガンバの試合なんか解説させてもらったけど、すごくいい戦い方してたなと思ってさ、リードしてから、大きな展開で攻め合うようなことなくて、前に急がないで、自陣に相手を引っ張り込んどいて、できたスペースをうまく使うみたいな、まあ、その辺はすごく後ろの選手たちが、まあ、センターバック2人、ボランチの2人、この4人がかなり効いてるんだけど、はい、この選手たちがうまくゲームコントロールしながらやってたから、俺はすごいいいサッカーしてるなっていうふうに思ってたし、まあ、そういう部分で、まあ、難しい試合に福岡なったけど、はい、そういう戦い方もできるようになって引き出しも増えてきてるから、うん、そこは日程がハードな時でもうまくやっていくってことは求められるんじゃないかな。そうですね、もっと上目指すならそれを言っちゃいけないと俺は思うんだよな。それは我々が言ってあげることだよ。選手はやっぱ口が裂けても言っちゃダメだよ、それは。最大限の努力していくってことだね。もっと上がいますよってことは理解しておかないと。さて、じゃあ次行きましょう。はい、タイのレッツさんです。ありがとうございます。はい、タイ選手が練習参加してますが、逆にレッツの持ってもなかった銘柄級がマントに来そうで楽しみです。あるんですかね。うん、いや、これはどういう言い方なの？マントになんかその、いい選手が来るってこと？ちょっとその辺僕太いんでわからないんですが。どうやら日本サイドからマントに人が行くんじゃないかという話が出ているっぽいんですが。日本人選手が来るの。日本人選手。ああ、そうなんですね。はい、ああ、なるほど。わかりました。どういうこと？どういうこと？え、やっぱちょっと僕もよく理解しないんですけど、なんか今、ムアントンユナイテッドの選手が3人、レッツの練習に参加してるんですね、はい、練習に。で参加していて、まあ、はい。で、確かなんか、ツイッターかなんかで、その、タイのクラブと提携している日本のクラブから、はい。一人人が来るんじゃないかみたいな話がどうやら出ていたっぽくて、その話をされているのではと。それは誰かわかんないのね。じゃあ誰かわかんないし、まあ、クラブ名も明記されてないんですが。ちなみにタイと提携してるクラブはレッツだけじゃないもんね。確かセレッソさんとかも確か提携してるクラブ、ね、うん、だからわからない。いや、それはさ、東南アジアっていうのはさ、やっぱ J リーグにとってさ、非常に重要な、その何、マーケットをしていかなきゃいけなくてさ、はい、それは当然ね、札幌がさ、はい、それで、まあ、やって、かなりそこで知名度を上げたところもあるんだよね。だからといってユニオンがたくさん売れたわけでは実はないんだけどさ、どうしても東南アジアとしてはさ、はい、プレミアの方にどうしてもな、
島崎も分かっても、うん、ほとんどプレミアなんだよ。英語圏のプレミアみんな見ちゃってるからさ。ねまあ、J リーグも見れるから、タイの選手がいれば当然見たりするだろうからさ。そういう部分でそのマーケットの部分も含めれば、当然、裏なんかもそういうとこに目を向けてやっていかなきゃいけない。で、ACL に関しても、今回外国籍が3だったけど、多分5になるだろう。そのうち撤廃されるだろうっていう方向なんだよ。そうすると、もしかすると、J リーグのチームが優勝することは非常に難しくなってくるかもしれないんだよな。撤廃されたりすると。はいはい。もしかしたら今回が最後になってしまうかも。知れないその ACL の枠はなんかね、まだ決まってる感ありますからね。ACL の枠がどんどんそうなっていく方向なんだよ。ああ、なるほど、なるほど。外国籍が撤廃されていく方向。ああ、そういうことですね、3から5になって、5からその後撤廃されるんじゃないかっていう、それはヨーロッパはそうだからね。はい。だからそういう方向になるんじゃないかってなったら、やっぱそこ資金力の差っていうのが出てきてしまうから、はい、そうするとなかなか中東には、中東がこのままやっていくんであればね。うんね、よりやっぱり東側のチームは難しくなるのかなっていう思うんでね。うん、そういうことも含めてさ、なかなかその外国籍ってことに関して言うと、20チームになって J リーグももしかしたらそうやって撤廃の方向に向かっていく、ACL がそうなっていくね、まあ。そうかもしれないですね。そうなれば、やっぱりそういうところをもっともっと開拓していかなきゃいけないし、うん、もっとそういうところのマーケットを大きくしていかないと、やっぱりいけないのかなと思うから。まあ、福さんのおっしゃる通り、その、じゃあ、ACL が外国人枠撤廃するので、J リーグもとなっても、中東の資金力がクラブにはかなわないっていう流れになる気配が濃厚になってきますね、こうなるとね。ああ、だから俺がそうになれば、ACL は中東のチームが勝ち上がる、勝ってくることが方法になってくるかなっていうふうには思うよ。なるほど。でも間違いなくその方向には行くよ。うん、でしょうね。そういう流れになってるから、それはもう、そういうふうになっていくと思うんだよね。その中で J リーグはどうしていくのか、はい、J リーグ自体も20チームになって、はい、その、いわゆる質を担保しなきゃいけなかったら、うん、若くて優秀な選手がみんな海外行ってしまってる中で、うんうん、やっぱり空洞化してるよね。経験のある選手と若い選手しかいなくなってるからさ。そうですね。じゃあ、質の部分で落ちてしまったんだ、J リーグの価値が下がるから、うん、そこを担保しなきゃいけないからね。うん、ただ外国籍の選手をやっぱりより多く取っていかなきゃいけない。そう思ったら、まあ、お金だけじゃない。うん、思うけど、いろんなとこにもっともっとネットワークを持っとかなきゃいけない。うん、まあ、アジアも一つだけどさ、はい、まあ、ヨーロッパも含めてね、全世界からやっぱりネットワークを持って取っていかないと、やっぱ置いてかれてしまう時代になるからさ、はい、うん、そうかもしれませんな。これはなかなか難しい問題はらんでると思いますな。じゃあ次行きましょう。はい、パパツインズさん、ありがとうございます。はい、今日は仕事のためアーカイブ楽しみにしてます。はい、あの、はい、じっくりゆっくり見てください。ください、うん。はい。そして、はい、山崎康平さん、ありがとうございます。うん、安井選手の話題ですね、うん。安井選手には期待してますが、プレースタイルが、ボランチのままというか、トップ下の動きに見えないように思います。時間が必要なのでしょうか。ちょっと一回ボランチの試合をやってから、またちょっと動きに、こう、なんていうか、あの、変化が生まれた気がするんですが、うん、そんなお話ですか、ね。どうなんでしょう。やっぱり僕は全然いいと思ってますけど、まあ、トップ下の動きってはどういうものなのかも、ちょっとなかなかね、人によって見方より違いますからね、難しい部分もあります。安井選手は、まあ、うん、どんな。島崎が言った通りで、例えば、監督が、安井に何を求めてるかってことだよな。だからこの人が求めてるトップ下ではないってことだよな。うん、かもしれない。監督は安井のそういうプレーをあそこで期待してるのかもしれないよな。うん、ですかもしれませんね。だから一番重要なことは、金がどうかっていうことを切り取るんじゃなくて、チームとしてどうかだよな。うん、なるほど。一番重要なのは、うん。で、彼の評価がそれで高まるんであれば、それは監督に言われてることをしっかりとやれてるってことだから。はい。うん、で、間違いなく途中から出てきて、前の方で守備をしっかりやりながら、まあ、点を取るような仕事ができてる。先発で、うん、例えば、江坂のようなプレイヤーではない。まあ、それはそうでしょうね。じゃあ、小泉みたいなプレイヤーなのかって言ったらそうでもない。うん、やっぱ前から、どっちかっていうと、うん、守備を一生懸命やって、ハードワークして、はい、で、飛び出していくっていうのが彼の持ち味であって、はい、ゲームを何か作っていったり、うん、ワントップの選手に絡んで何かやっていったりっていうことを、得意としてる選手はないし、それは多分監督は期待してないと思うよ。うん、どちらかというと、やっぱ守備のところ非常に重要視されてるから、監督はね。はい、うん、まあ、それはどこの世界でも一緒なんだけど、特に攻撃というよりは、攻撃何か違いを出すよりは、
守備のところでしっかりやれる選手の方が優先順位は俺は上だと思ってるし、そうですね。うん、それともう一つ、まあ、左のサイドバックなんか見ればわかるけど、はい、強度の高い選手をやっぱ好んでるのは事実だよね。そうですね。休み限らず、なんかそういう傾向に。全体的に強度の高い選手を好んでるっていうことだよね。うん、そう思いますね。うん。うん、だから、そういう部分では強度の高い選手ということは言えるから、はい。まあ、チームでしっかり貢献できれば、うん、何を求めるかになっちゃうけどね。そうですね。どうしても、このポジションはこう、このポジションはこういうことが必要っていう風な考え方は、あんまり持たれない方がいいかなって俺は思うけどな。うん、そうですね。その選手の特徴は変わらなくて、その選手をどこで使って何を要求してるか、監督は何を期待してるか。うん、それは人によって、戦い方によって、相手によって、システムによって変わってくるってことはあると思うよ。時間によって。まあ、ちなみにこれもね、ずっとシーズン当初から言ってますが、沖縄のキャンプの時から安井はトップ下で起用されていて、なんかシーズン中にね、そういうそのポジションの不足とか、そういう面でトップ下に配置転換されたような流れじゃない気がします。最初からなんかスコージェさんは、この選手をちょっと前目でプレーさせたいって思いがあったのかも。それを福さんのご意見と当てはめると、じゃその強度の高い選手をちょっと前目に置きたいのかなっていう意図を感じられますね。うん、俺は、丹波戦先発でボランチで出たんだけど、はい、で途中から一つ前に出たんだよ。そうでしたね。俺は明らかに安井は前の選手だと俺ずっと思ってたんだよね。なんか解説でもおっしゃってましたね。前目の方がいいみたいな、ね。ボランチは良くないぞ。っておっしゃってましたね、なんかね。多分ね、思いっきりこう前に出てって、なんかリスクを犯せるタイプなんだと思うんだよ。いつも俺が見るときにボランチと一つ前の選手って何が違うかっていうと、ボランチはやっぱ極力ミスをしないってことを 100% 正確にやりたいっていう、後ろに行けば行くほどね、はい、そういう選手になると思うんだよ。前に行けば行くほどそうではなくて、はい、ミスというか、どれだけリスクを犯して点を取ることをトライできるかってことが求められるんだよ。どっちかというと安井は、俺は後者の方だと俺は見てんだよ、うん、性格的にね。なるほど。名前もよく言われたんだけど、小野伸二なんか俺はどっちかって後ろだと思ってんだよ。ああ、すごく、そうですね。確実性を持ってます。彼はやっぱり失敗っていうかミスを嫌がる。はいはい、うん。いつも完璧にやりたいっていうのは、俺は一つ下だと思うんだよな。なるほど。一つ前は、やっぱりどんどんチャレンジしてくる選手の方が、なんか怖いよ。うん。安井はどっちかって前に出ていくのは得意だから、俺の安井は一つ前の方が、俺はガンバ戦見たときには、俺ははるかに安井はそっちだ。俺はそもそもそっちの選手だと思ってたからね。そうなんですね。そうかも。見方によっては本当に。ある意味、やっぱボランチにはとてもじゃなくて見えなかった。あと最近。落ち着きがない感じだから。あと最近見てると、今ね、森田っぽいって意見もありますけど、僕は今の遠藤航にも似てるなって気しますね。今インサイドハーフでプレイすることも多いんですけど、遠藤。昨日も実は毎日戦現地で見たんですけど、浦和レッズでプレイしてる時代に比べたら、格段に前へのチャレンジが増えて、まあ昨日はゴールも決めましたが、なんかちょっと最近安井のプレーと似てる。まあまあ、遠藤から言わせたらね、安井と似てるってどういう順番が違うんでしょうって言われちゃいますけども、そんな感覚も受けますよ、うん。もしかしたら安井自身が参考にしてるかもしれませんしね、この今でのプレーでね。うん、ちょっとボランチではないな、うん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 。そうかもしれません。そういう見方も面白いですよ。だからいろんな見方があっていいと思うんじゃないですか。山崎さんのおっしゃることもね、非常に一つの意見として重要だと思いますしね。じゃ次行きましょうか。はい。はい、藤崎美咲さん、ありがとうございます、はい。来年リーグで良い位置でいられる保証がない以上、このチャンスにクラブとしてまだできることがある気がしてます。うん、夏の補強はもちろん、スコルジェさんが前回の会見で英語が苦手とおっしゃっていたのが気になっています。うんうん、コミュニケーションの部分でさらなるサポートしてほしいと思っていますが、いかがでしょうか。これね、だからもう毎回ね、美咲さんだけじゃなく、いろんな方から意見いただく。んですけど、もちろんね、トランスレーションの問題は多分あると思いますし、福さんもね、その点はよく指摘されてるんですが、やっぱポーランド語を話せて、しかも英語に精通してる、英語っていうか日本語に精通してる方、しかもサッカーにもしっかり精通してる方って、本当に限られると思うんですよね、福さん、これ。なかなか人材を見つけない。俺、知らないんだけど、英語が苦手って言い方したらどういうニュアンスで言ったの？どういうふうに聞かれて、なんてこその文脈わかんないんだけど、なんだね、ちなみに、過去で英語が苦手だけ切り取っちゃうとさ、なんかちょっと
気持ち悪いんだけどさ、多分前後いろいろ流れがあってさ、ここにたどり着いたんだと思うけど。なんか英語が、自分は英語が苦手なので全てがその選手たちに伝わってないかもしれませんみたいなこと言ってましたっけ、アズさん。確か。そんな、正確なニュアンスは。どういう質問に対してそうやって答えたの？ねえ、どんな質問だったっけね、あれね。なんか言ってましたよね。俺はいつも言うけど、監督のコメント気をつけないといけないよ。うん、はい。何に対して誰に答えてるか、誰に向かって言ってるのか。これ、いつでしたっけね。これは難しい話だからね。ここだけ切り取ると、なんかそういうような話になっちゃうけど、はい、それは今言ったように、それが理想かもしれないけど、確かに思うように伝わってないけれども、うん、だけど、そんなに、大きな問題ではないっていう言い方なのかもしれないしさ。そうですね。これ、いつ言ったっけね。なんかちょっと結構。試合前会見とかだったかな。試合前とかだったかね。英語が苦手だったね。例えば、もしかしたらスコルジャーさんがさ、この笑いを取るために言ったかも、可能性がある。ああ、そうですね。うん、そうですよね。だから、額面通り取るのはちょっと怖いんだよ。はいはいはい、はい。これは、冗談でみんなそう言ってるよねっていうことを逆手に取って言ってる場合もあるよな。ああ、まあ、それは分かんないぞ。分かんないですね。ちょっと、すいません。今すぐにさ、必ず、選手のコメントもそうだし、はい、監督のコメントも文脈があるから、うん、流れの中で言ってることもあるから、はい。字面にしちゃうとさ、なんかすごい、こうなっちゃうけど、全然違うこともあるから。そうですね。ただ、こういうふうに言われてるってことは理解してるのと、本当にこういうことがちょっと、やっぱり、実際はあるってことも事実だと思うよ。はい、だけど、そんなにここまで大きな問題ではないでしょって言ってるのかもしれないよね。これ、皆さんはおっしゃって、いつって言ってる、ジョークに近いニュアンスに感じましたって方言ってる。あ、ギャグっぽく言ってたと。なるほど。そうでしょ、うん、ほら。気をつけなさい、コメントするの。すごい。難しい。みんな聞こえるからさ。だから、切り取っちゃダメですよって言ってんじゃん。ジョークっぽい。なるほど。外国人の方は、そういうコミュニケーション取られる方多いですよね。なんか、確かあれなんですよね。間違いがあったら指摘してほしいみたいなコメントしたんですよね。英語がそこまで得意じゃないから、はい、間違えたら指摘してよみたいなことを会見で。ああ、そういうことなんですね。だからそれは、あれでしょ、会見の時でしょ、そうです、そうです。記事になる時でしょ、選手とのコミュニケーションじゃないんだよ。これを言ってんのは。ほら、全然違うじゃん。ねえ、ちょっと難しい。なんと。違う。だから、必ずそこは文脈を読まないといけないよってこと。はい、言葉切り取ると怖いよってこと。でも、それはだから彼は知ってるわけだよ、それは。はいはい、そうですよね。思ってるし、実際もしかしたらコミュニケーションの部分で多少の問題はあるかもしれないけど、そんなに選手のコミュニケーションで大きな問題はないよ。そう、俺は思う。そこまではね。ね、今までの試合の流れからですね。そもそも今のその、答えてると俺には到底思えないな。今のその、なんかトランスレートの問題でなんか問題になってるようには、なんかあんま見えないんですけどね。その今のところね、アズさんね、なんかそんな感じもします。だからもう、ここの英語のところは、ちょっといつもそうだけど、切り取るのはちょっと気をつけた方がいいですよってことはみんな言ってきた。本当にどういうなのかわからない。監督っていうのは言葉っていうのは、俺たちメディアの仕事しててよくわかるんだけど、切り取って切り取って自分の、その、いわゆる筋書きというか言うかさ、はい、その、いわゆる主張したいことをさ、正当化するために切り取って言葉をこう持ち合わせて、つなぎ合わせて自分の主張を正当化することが多いんだよ。みんなそうにできてんだよ。はい。これもだから、それが前提にあるよな。だけど、実際は選手との間はそこまでは問題ないんじゃないの、見てる限りは俺は問題はないと思ってるけど、でもできれば今言ったように、母国語でやった方が細かいニュアンスは伝わるけど、それをしっかりと変えられる人がいなかったら逆に選手にうまく伝わらないってこともあるから、英語だったら、スコルジャーさんは難しいかもしれないけど、訳す人がしっかり訳せるから、そんなに大きな問題ないかもしれない。だから、ここは何語だから何ってことではなくて、間に入る人もいるから、はい。それは理想はそうだけれども、もうこれでやっていくしかないし、ね、これで何か問題があるわけじゃないから、いいと思う。ただ、もう一つ前の夏の補強は、やっぱり俺は考えた方がいいと思うよ。夏の補強ね。ずっと言ってるけど、圧倒的に前線がいないんだから、それは。それはもう皆さんもよくおっしゃってるところですからね。だって、俺はさ、うん、いなくなってるんだからさ、圧倒的にいないわけだよ。だからもう、この回というか、
この回っていうか、この何、はい、あの YouTube ライブですね。YouTube でさ、いつも言ってるけど、もうよくこの順位にいるなと思ってるわけだよ、俺は。もうまあ、あんまちょっと言えないけど、はい、まあ俺たち試合前にさ、いろいろスタッツのデータが出るわけだよ。チームとか個人のスタッツのデータがな。はい、もう圧倒的に攻撃のところのスタッツは、軒並み下位だからね。なるほど。Jリーグ全体で、はい、例えば、シュート数、まあポジションは上なんだけど、シュート数、まあ得点もまあ普通だよね。うん、はい、うん。相手ペナルティエリア陣内の攻撃の数とか、はい、圧倒的に少ないわけだよ。ペナルティエリアの中に入ってないんだよ。はい、クロスの数、うん、シュートの数、うん。もうこれ圧倒的に攻撃のところの、いわゆるスタッフは、もう圧倒的に J リーグ全体の下位なんだよな。うん、で守備のところに関して言うと、圧倒的にそれは上なんだよ。うん、それは何言ってるかというと、ほとんどファールがないんだな。はいはい。うん、で非常にクリーンで、非常に的確にやってるし、まあ、センターバックをうまく動かしながらやってると。で攻撃のところで言うと、本当にセットプレーとか、そういうところ、前からプレッシャーで点取ったりとか。はい。で、あとは、しっかりと守備のところでうまくしのいで、まあ、西川の活躍もあるし、センターバック2人の力もあるし、はい。まあ、その前の2人のボランチがうまくボールを運びながらね、うん。変なボールの失い方しないっていうことも、失点が少ないこともつながってるけど、その試合の運びも含めてね、うん。圧倒的に点、攻撃のところタレントがいないんだよ。そうですね。その中で、本当、興梠がよくやってるし、はい。ガンバ戦に関して言ったら、俺も解説言ったけど、うん、もう大久保がいない、伊藤がいないって、うん、攻撃ないわけだよ。酒井宏樹がいないって言ったら。うん、はいはい、うん。ドリブルがないからね。だそれは厳しいよな、正直なのが。リーグ戦だからな。うん、それ何言ってるかって言うと、いつも言うけど、はい、カップ戦は1点も取らなくても優勝できるんだよ。うん。PK で勝っていけばいいからね。はい。1点も取らなくても優勝できるからね。うん。うんうんうん、リーグ戦は点を取らないと、当然失点少なきゃいけない。バランスなんだけど、失点少なくて得点が多くなきゃいけない。うん、でも失点が少ないだけでは優勝できないんだよ。点を取らない。だ点を取る力がないとリーグ戦には優勝できないから、はい、そういう意味ではうまく今のところは勝ち点を拾ってるけれども、うん、ここからさっきの話じゃないけど、連戦になった時に、ここ、うん、まあさっきから言ってるけど疲れもあるっていうこと、うん、いろんなことみんな言ってるけどさ、うん、ACL さ、どのぐらい疲れなのか俺は知らないけどさ、うん、正直なところ3試合やって2試合で点取れてないよな。うん、そうですね。だから、そうなってくるとやっぱ勝ち点を落とすことがあるから、うん、よりやっぱ優勝に近づくためには、うん、そこにチームでチャンスを作るのは当たり前だけれども、点を取るためには、やっぱりそこは最後の質の部分になってくるんで、精度の問題。うん、そこはクロスの精度、フィニッシュの精度、うん、これがやっぱりゴールを分けるわけだよ。そこにゴール前の落ち着きとか冷静さとかって後からついてくるけどさ、フォワードにはさ。それは全部、それは精度だよね、うん。チャンスは作れてます。でも最後は合いません。でもそれ精度が悪いわけだよね。うん、裏を返せば、うん。そこを上げていかないと、やっぱ勝ち点を拾っていけないし、苦しい試合をやっぱものにできないから、じゃあ大久保疲れたらどうするんですかと。うん、もし興梠が怪我したらどうするんですかって話だね。替え、うんうん、いないよね。うんですね。ちょっとやっぱり。怪我したらどうするんですかっていう話だね。うん。うん、で、残念なことに、外国籍の選手が思ったようにフィットしてないよね。みんな。そこが本当に悩みというか、そこさえ平均以上であれば、なんか問題はなかったのではって思うぐらい、なかなか思う。だから、今のチームに申し訳ないけど、例えば、ワシントンとかエメルソンとか入れたら、チームとしてはコンプリートだよ。そうでしょうね。まあ、あと、俺はサイド攻撃。まあ、松尾がいなくなっちゃったんで、サイドにもう少しアタッカードリブルできる、はい、それは例えば、関根は関根の良さあるよ。俺はまあ、後ろもできるっていうのは、後ろの選手の方が俺は今いいんじゃないかなと思ってるんだよ、サイドバックの方がさ。彼の攻撃力低いんじゃないかなと思ってるけど、彼はやっぱ個人で1対1仕掛けて局面打開するような選手にちょっとないよね、今はね。うんうん、大久保だけになっちゃうんだよ。うん、やっぱそういうタレントがどうしても必要だから、はい、途中から出てくる選手でね。うん、そういう選手も必要だよね。うん、だからそこの選手たちがもう一人、あと二人ぐらいうまくはまれば、ホセカンテも俺は悪くないけど、ボールは収まるとは思うけど、うん、ちょっとまだ時間かかるかな。それと J リーグの力はね、ちょっとスピードがないかな。彼を生かすにはもうちょっとクロスを入れていかなきゃいけないかなと思うんだけど、はい、データ的には圧倒的にクロスを入れないんだよ、浦和は。シュートも打たないんだよ。うん、
ペナルティーエリアにボールを入れないんで、あんまり。むやみ。はい。そうすると、なかなかホセカンテの良さは出ないかなっていう気は俺はしてるんで、だそこのところの部分で、まあ前の選手を取ってきて、何人もチャレンジして、クラブは努力してると思うけど、なかなか思うような人材に当たっていないというか、これは俺の個人的な意見だけど、浦和はもともと後ろの選手っていうのは結構うまくはまるんだよ。はい、なぜかというと、堅実的なサッカーを好むから、うん、浦和というか三菱がね、もともとすごく堅実的な、派手さがどちらかっていうのない、うん。ちょっと悪いかとすると派手さがない。はい、けど、すごく堅実だよね。うん、そうすると、後ろの選手ってそのサッカーにはまりやすいんだな。うん、なるほど。うん、でも前の選手って、やっぱどっちかっていうと、華やかさみたいな、こう、なんていうかな、波がある選手って、どうしても前の選手って必要なところもあるわけで、ある程度の波、後ろはアベレージが必要なんだけど、うんうん、それをあんまり容認しないような感じがするんだよな。あ、容認をね、なるほど。これは何言ってるかっていうと、前の選手でハードワーク求めるだろう。あ、まあそうですね、それも前提みたいな感覚は。それも前提じゃないんだよ。ハードワークできるってことはいつも言ってるけど、圧倒的に点を取って自分の価値を証明してきた選手はいらないってことなんだよ。ああ、なるほど。うんだって、点を取る選手は、それでずっと生きてきてるから、守備がどうのこうの言われないわけだよ。評価して結果が出ないと試合に出れない。はい、でも、他の選手は点が取れないけど、守備頑張るっていうのは、試合に出るために、俺は点は取れないけど、それをやんないと試合に出れないからやってるっていう選手をなんかたくさん取ってきてるような気がするんだよな。なるほど。言葉は悪いんだけど、これが悪いと言ってないよ、別に。うんうんうん、そういう考え方もあるけど、だから、ちょっと圧倒的なインパクトが残せるような選手がなんかあんまり取ってこれないのかな、そっちをどうしても優先してしまうと、うん、チームプレーみたいなのを優先してしまうと、なんかそこの部分はどうしても弱くなるかなって俺は気をしてるんだよね、うん、僕も俺は前線の選手なんでどうしてもそうやって見方するんだけど、はいはい、守備を全くしなくていいってことじゃないんだよ、あいつはその圧倒的に点取るけど守備もやるよねならいいんだけど、守備もできないとうちは取りませんっていうのは、守備が先に来ちゃうと、いや、点取れなくてもいいのって話になっちゃうんだよな。なるほど。ここのバランスはすごく実は難しくて、なかなか。なんとなくそういう選手をなんとなく取ってきてる気が俺にはするんだよね。なるほど。すいません、どんどん紹介しないといけない、あずさん、どんどん紹介しましょう。時間が。大蔵さん、ありがとうございます。まあ、ちょっと関連する部分ですか。はい、こんばんは。名古屋でユンカー選手が点を入れたら、はぎってしまいます。レッツを出ると在籍時より活躍しているように思うのが気のせいでしょうか。いや、福さん、今言ってたことに当てはまりそうな気もするんで、ユンカーね。まあ、だからユンカーをこう容認できるかっていうのは、もしかすると、浦和としてはそういうことができないんであれば、そういう外国籍の、今いる外国籍の選手で、どうにかやっていくっていう戦い方をやっぱしていかなきゃいけないのかなと思うんだよね。俺が言ってるのはあくまでも理想であって、それができたら ものすごくいいよね。はい、でもそうすると、浦和の良さっていうのはもしかしたらなくなってしまうのかもしれないから、そのやり方でやっていくしかない。で、これは他人の芝生がよく見えるって言い方するけど、俺は名古屋の試合結構解説して、相当数名古屋の試合見てるよ。はいはい。ユンカー点取ってるけど、浦和にいた時のユンカーのが怖い。ああ、そうなんですか。俺は、ユンカーは時々しかプレイしてないようにしか見えない。ああ、なるほど。でもだからってことでもついているよ。なぜユンカー、それはみんながどうしてそう思うかっていうと、名古屋の試合は全部見てないからなんだよね。点を取ったところの情報しか入ってこないから、はいはいはい、そうするとすごい点取ってる、活躍してる、アシストしてる、名古屋がああやって成績残してるっていうのは、ユンカーのおかげも当然ある。はい。それは、名古屋の健太さんのサッカーが、長谷川健太さんのサッカーが、はい、その堅守速攻なんで、ユンカーはスペース持ってるのがプレイしやすいんで、ユンカーの良さは出る。なるほど。もう間違いない。うん、浦和にいた時よりもユンカーの良さは出てるけど、浦和にいた時の方が俺はユンカーは怖いと感じてる。ああ、そうなんですね。くらーりやってる感じで。まあ力抜いてるから点取れてるっていうメンバーだな。俺は、いや、そういう言い方もあるけど、もっとできんじゃねえかなって俺は思って、浦和の時のユンカーを見てるからね。なるほど。なんか俺はそういう評価、実は。実は、なんか浦和の、今でも怖い選手だけど、浦和の時の方がもっと怖かった気は俺はした。なんか浦和の時の方がなんか凄みがあるような感覚があったもんね。そうね。もっとなんか怖いなって。今も危険な選手。はいはい。今は。
裏側にかけてないね。非常に怖い選手だった気がする、うん。はいはいはい。なるほど。なかなか面白い今ですね。だから怪我しないのかっていう意見もありますけども。途中で変わったりして、でも、ケンタさんがうまくユンカと向き合ってると思うよ。ケンタさんはフォワードの、もともとフォワードで、ケンタさんもああいう今ああなってるけど、俺はもう現役の時も知ってるけど、やっぱり圧倒的なスーパースターだったからさ。はい、そうでしたね。いろいろ苦労されて、いろいろこう変わって、監督としてもいろんな経験されて今あるから、はい、そういうこうスター選手ってフォワードの選手の扱いっていうのは、やっぱり理解はされてる人だなって俺は思うな。なるほど、なるほど。そうかもしれない。ちょっとね、やっぱね、フォワードってちょっとめんどくせえんだよ。そうなんですね。これみんな、日本の方たちはちょっと理解してないんだけど、みんな平等平等言うんだけど、いつも言うけど、平等じゃダメなんだよ、プロの選手は。特別扱いしてるけど、でも他の選手には特別扱いしてないように見えるようにしていかなきゃいけないんだよ。はい、あそんな難しいんだよ、マネジメントっていうのは。なるほど、うんうん。日本の高校みたいにみんなどんな選手でも平等ですっていうのは、これ簡単なんですよ。なるほど。プロはそもそももらってるお金が違うし、はい、ってことは、期待されてるものも違うし、求められてるものも一人一人違うんだよ、責任の重さも。だから、平等なわけがないんだよ。なるほどね、そうかもしれません、本当に。うん、そもそもだよ。はい、でも方向はみんな一緒だから平等なんだけど、その平等はプロに当てはまらないから、それをマネジメントするのがプロの監督が難しいってことだよ。なるほどね。吉田さん、自分のこと言ってる、言ってるんですかね。いや、まあ、俺のことも言ってるし、みんなそうよ。うん、そうかもしれない。本当そう。いや、みんなが分かってる、俺は分かりやすいかもしれないけど、ほぼほぼのストライカーで今、元代表にいて、今メディアの仕事してる人たちも、はいほぼほぼみんなそうだからね。そうなんですね、やっぱね。名前は出さないけど、俺は知ってるけど、みんないろんなこと言われてるけど、はい、それはうまく監督が向き合って、なんとなく監督がうまくこう操作しながら、うまく扱ってるから、結果が出てる時もあるし、結果が出ない時もあるってことだよ。なるほど。はい。はい、もうどんどん行きましょう、あずさん。もうどんどん時間が過ぎていく。あとね、7件あるんです。はい。福さん、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。福さん。はい、席ね、活躍しますよ。うん、はい。はい、そして西くんさんです。ありがとうございます。うん、はい。いろんな選手やシステムを使いながら勝てなくても、それでも勝ち点を拾っている。頑張ってほしい。前向きなコメントいただきました。前向きなコメントありがとうございます。はい。そして、あ、ごめんなさい。トップサポーターの、かつ、裏サポでもあるかもしれない、ね、クマネコさんです。ありがとうございます。福田さん、こんにちは。トスサポですが、ACL の再出は感動的でした。裏サポを見て、応援の迫力、見習うことが多くありました。もっと応援しようと思うようになりました。つい、何を言うか悩んで、ただ、頑張れと言っちゃうことも多いですが、選手はそういう声かけも聞こえてくるものですか ?J リーグもっと盛り上げていきたいです。ああ、いや、こういう時に、ね、そういう前向きな言葉聞こえてきますよね、うん、選手たちやっぱりね、しっかりね。まあ、試合中も含めて、やっぱり、まあ、頑張れが正しいのか俺には分からないけど、前向きな言葉、声かけっていうのはやっぱりすごくいいんじゃないかな。うん、まあ、一番は拍手だったりさ。うん、ああ。そういうのはやっぱり、ね、いろんなちょっとしたプレーでも拍手してあげると、選手って勇気づけられるし、自分がやったことが、なんか、あ正しかったんだなって思って、それが自信になって前に向けたりするから、ね、それは結構すごくありがたいことだと俺は思うし、うん、この方が言ってるように、なんかそうやって考えてくれてることって選手に多分伝わると思うんだよね。ああ、そうでしょうね、うんうん。その思いで J リーグをもっと盛り上げていきたいですっていう気持ちは、やっぱりその中で自分がいろいろ考えて、自分でこう見つけていけばいいのかなって思う。一つ言えることは前向きな言葉。拍手なんかやっぱり一番、それは選手にとってはありがたいかなっていう。言葉ってなかなか格形されてしまうことがあるからさ。みんなでまとまって何か声援を送ることが全てでは俺はないと思うし、それが必ずしも伝わるわけでは実はないからさ。些細なやっぱりね、街で会った時にちょっとしたことを、ね、応援してますっていう声かけだってさ、それは選手にとってはすごく前向きになれるし、それは拍手がやっぱり一番心強くなるんじゃないかな。すごくね、こういう方が、いるのは嬉しいし、多くのサポーターはこういう思いを持ってやってるんじゃないかな。うん。そうですね。まあ、熊猫さんとしてはね、トスのホームでトスがしっかり裏に勝ってね、あ、トスのホームじゃないか。前回は再スタだったんだ。そう、再スタでトスに負けたんだよね、裏ですね。はい。まあちょっとそこでは熊猫さんからしたら微妙かもしれませんが。まあまあ、J リーグの七不思議だからね、トスがずーっと残ってるっていうのは。ね。トスのサポーターの方に申し訳ない。サポーターの方は思ってるかもしれない。毎年主力の選手抜かれるんだよ。本当にね、毎年夏の移籍期間でさ、
前半よくて、夏の一戦でごっそり視力抜かれるんだよ。大変ですよ。それでも、必ず残るからね。本当に、ね。最近は俺さ、順位予想をシーズン前にやらなくなったけど、はい、やってる時は申し訳ないけど、必ず残留っていうか、降格には入るチームが一つだからね。なんだろう、前線からごっそり抜かれるから。本当に。すごいよ、ここは。本当に。あのね、若い選手も結構ね、飛躍してる選手多いですしね。なんかね、逆に言うと若い選手を使わなきゃいけない感情、状況になってるし、そういうサッカーを一貫してできる。はい、で、まあ、何年か前からそういう状況からしっかりとつないで、こうサッカーをやっていくって志をずっとできるのは、はい、そうやってなってから、ダメ元でやれてるさ、開き直り感の強さ、ちょっと失礼な言い方だけど。なるほど。それが彼らのやっぱ一番の強みだよ。失うものはない強みってやっぱ強いよ。うん。それで若い選手使って、そういう監督ね、今は河合監督になったけど、もともと愛媛でそういうサッカー志向してた人ちゃんと連れてきてさ、うん、やれてる。まあ今年は結構苦労してるとこもあるけど、うん、まあ、見事だと思うよ。一つ色はあるんじゃないかなと思うけど。うん、ね。はい、じゃあ次行きましょう。ノブさん。ノブさん、いつもありがとうございます。はい、そして黒豆さんです。ありがとうございます。はい、うん、ガンバ大阪戦で福田先生が浦和レッズのことをたくさん褒めてくださっていて、戸惑いながらもとても嬉しかったです。福田先生の言葉には力があります。重みがあります。愛情があります。現場復帰よろしくお願いします。現場復帰の話はいつも出てくるんだけど、毎回それをちょっと否定してんだけど、奥さんは。まあ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 、ありがとうございます。現場復帰って自分の意思だけで復帰できないしね、自分の意思もなきゃダメだしさ。それは望んでるかもわかんないしね。そんなの難しい話だね。まあね、でもね、ガンバ戦は福さんが、解説もやられていてね、いろいろお話もされたので、皆さんも見たのかもしれません。はい、次行きましょう。はい、V1 さんです。ありがとうございます。うんうん、手法が突破られた戦艦みたいですね。なるほど。戦艦は戦艦なのね。手法がないだけで。すごい沈まない感じですかね。機関銃みたいなのはあるけど、みたいなね。なかなかいい表現がします。まあまあ、重要なことはさ、ね、その、手法がいるかいないかの話じゃなくて、ね、点を取れる圧倒的なストライカーがいないかじゃなくて、試合が勝てるか勝てないかで、はい、でなおかつ、リーグ戦という、その、独特の、その、1年間を戦っていくっていう、勝っても負けてもずっと試合が1週間ずつずっと続くっていう、ね、その、仕組みの中でどうやって勝っていくかってことになったときには、うん、まあ、シーズン通して安定して戦えないから、はい、そういう子に頼る試合っていうのも絶対必要だよね。うんうんうん、ずっとそれではダメだけど、でもそういう試合って絶対必要だよねっていうことの部分では、うん、そこの部分は浦和は今ちょっと足りてないよねっていうことは言えるんじゃない、うんうん、ただ、そういうやり方でも優勝はできるんじゃないのっていうことの、うん、なんていうかな、アンチテーゼじゃないけどさ、うん、いや我々そんな得点王みたいな、そういう主力がなくても、優勝できるチームを作ってますっていうふうに、最後優勝した時には言えるよね。そうかもしれない。チームがそれを目指してんだったらいいんだけど、うん、いや、そんなことないよって言うんだったら、そんな状況がいけないってことになるから、まあ、そうですね。そこは我々にちょっとわからないけど、はい。でも、いた方がいいよね、と。うん、うん、うん。ですね。まあね、島崎のいるバイエルンミュンヘンはレバンドスキーになって、うん、ちょっと監督も途中で変わって、ちょっとバタバタして、最終節を落とし最終節を落として、まあ、明らかにレバンドスキーの影響っていうのは俺はあるとは思ってんだけど、ね。で、まあ、シティもそうだよね。うん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 、圧倒的なストライカー取った、はいはい。じゃあ、バルセロナも、まあ、メッシいなくなったけど、まあ、はい、レバンドスキーちょっと思うように言ってない時期もあったけど、レバンドスキー入れて、まあ、優勝は、リーグ戦はしたと、うん。そうですね。だからそういう部分のことを考えると、そのレベルは違いにしても、うん、はい、そういうのがいないで、ね、ナーゲルスマンは彼がいない方がチャンスの数は増えるんだって言ってましたけどね。結局は苦しいシーズン通してコンディションが整わないときには、まあ、なんだかんだ言ってそういうので拾っていくこともあるからね。うん、それが最終的にも積もり積もるとリーグ戦っていうのはそういうものが積み重なっていくあの競技だからさ、うんうん、まあ、その部分では浦和が果たしてこのままそれを狙ってるのか、うん、狙ってないけどそうなっちゃってるのか、うん、でもそれでも果たして優勝を拾うことができるのか、拾うという方に優勝することができるのか、うん、そこは楽しみではあるけどね。そうですね。監督のやりくりは俺はうまいと思うから、ただ足りないだろうな。うん、うん。ストライカーだけじゃなくて、アタッカーが。うん、ですね。最後の質問もそんな感じでしょ、アズさん。そうですね。はい。うん、
アフェーデン・ウラーさんです、うん。ありがとうございます。前線の選手の補強については私もマストだと思ってます。はい、前線に4人も外国籍選手いるんですけどね。そうなんですよね。たくさんね、だから一応前線、まあ攻撃的な選手は必要だということで、4人取ってるんですけど、なかなか。ね、やっぱり思うようにいかない、そしてシーズンまたいだときに、やっぱ前線の選手がこうまあ抜けてしまった、松尾も含めて江坂、文化抜けてしまった、うんうん、その部分でやっぱり取らなきゃいけなかった、はい、で日本の選手ではいい選手は取れなかったけど、コールキはとりあえず戻ってきて、どうにか、うん、どうにかそこで踏ん張ってはいるよね。はい。でもやっぱり外国籍の選手でどうにかそこを補おうとしてるけどうまくいかないっていうのが現状で、うんうん、人数いるけどうまくいかない、うん、だからその取ってきた人たちが必ずしも悪いということではなくて、その努力はそれは評価しなければいけないけど、ただ結果としてうまく出てないっていうことも事実なんで、そこのことはちゃんと検証しなきゃいけない。そうですね。どういう選手が合うのかっていうこともちゃんと理解しなきゃいけない。うんうんうん、だから分かんないけど、俺はいつも言うけど、その4人の選手にどのぐらいのお金をかけて取ってきてるのかっていうことが実は、クラブとしては重要だよね。はい。現場以外の話で。はい。うん、相当なお金をかけてるのに全然活躍しないっていうのは、これは大きな問題だよね。まあ問題ですね。うん、だったらその4人のお金集めて、ちゃんとした選手ってすごいよって話になっちゃうから。うんうん、それで1人でもいいって言ってもいいぐらいになっちゃう、ね。話になっちゃうじゃん。たまたま結果的にはね。はい。だってどのぐらいのお金をかけてるのか俺には理解できないけどさ、これで予算がありませんって言って夏移籍するお金が取れないっていうんではちょっと大きな問題だよね。うんうんうん、そしたら早めにその外国籍の選手を売る、はい、手放してお金を作り出すっていう努力をクラブをして、はい、お金がないから取れないっていうことはやめてほしいし、うんうんうん、お金がこのぐらいしかないからこのぐらいの選手が取れないっていうのはちょっと選手のことを言うのはなんだけどさ、うん、なんていうの、安かろう悪かろうになっちゃったら意味がないから。まあ、それは本当にそうですね、うん。人に対してその言い方ちょっと失礼かもしれないけど、ちょっと言い方をちょっと厳しく言うとそういう言い方になっちゃうからさ、うん、お金をどうにか作って、はい、売るなり何なりして、うん、お金がないからこのぐらいの選手ってことではなくて、優勝するためだったら、うん、まあ、その覚悟を示してもらいたいなって俺は思う。で、外国籍の選手がこんだけいても使えないんだったら、俺は監督がどういうふうにマネジメントされてるかわかんないけど、うん、不満分子になるだけだから、うん、出すなら出しちゃっても俺はいいと思うな、うんうんうん、そこは整理した方がいいと思うな、見切りをつける、はい、うん、っていう決断もやっぱ必要かなと俺は思ってるけど、ね、ですね。はい、ということでいろいろとまあ意見が出たり、それから福田さんからねいろいろお話もあった中で、もうすでに時間がどんどん過ぎてまして、なのでこれこの後は有料版に移させていただきたいと思います。いつものようにウラケンプラスの公式サイトに行っていただいて、そこで本日の告知ページがありますから、そこから、ね、入っていただければ有料のね、有料版の、ライブ配信のお知らせがありますので、そちらに移っていただければと思います。もし有料版ご興味ある方、まだ裏剣プラス会員になられていない方は、ぜひ、会員登録もしていただけるとありがたいです。ということで、福田さん、それからあずさん、この後もすいません、有料版の方よろしくお願いします。ちょっとね、僕のパソコンがちょっと固めなんですが、あ、大丈夫そうです。それではじゃあ、皆さん、一旦ここで一旦ここは締めさせていただきます。また来週、引き続き、この無料版をお送りする予定です。来週はまたゲストが、ちょっと新しいゲストが来る予定ですので、ぜひとも皆さんお期待ください。よろしくお願いします。それでは、本日はこの辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。福田さん、あずさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待ってくださいね。